公認会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は国際相続に関して、外国籍の方で相続が発生した場合をお話ししたいと思いますけれども、外国人のお父様と外国人のお母様で、その間に生まれたお子様が外国籍だったとします。主に在日の韓国人とか朝鮮人の方、あとは中国人の方が想定されるかなと思いますけども、その方たちが日本に長くお住まいでしたと。でお父様が事業をしていてですね、会社なりを経営していて、うまくいかなかった、たくさん借金を作ってしまいましたよ、最後ですね。で多少の現金はあったと思うんですけども、絶対的に借金の方が多いと、負債の方が多い、債の方が多いという場合に、お父様が亡くなられた時に、このお母様とお子様で、こちら借金まで相続しなきゃいけないかというとですね、日本の相続税法上、相続の手続き上に相続放棄という手続きが認められています。あるいは限定承認ということもありますけれども、この借金を相続したくないために相続放棄という手続きを家庭裁判所でしますと、この借金は相続しなくてもいいというようなことが法律上認められています。日本人の場合でして、じゃあ外国籍の方がその相続放棄とか決定承認という手続きが認められているかというとですね、結論的には認められる可能性があるということですね。でどういうことかというと、この外国にありますその相続に関する規定の中で、相続放棄とか決定承認ということがもうこの中で認められているんであれば、日本の裁判上それを準拠して、日本の法律上こちらの法律を準拠して、日本の国内においても裁判所の手続きを経て相続放棄とか決定承認が認められているということになります。ですので外国籍の方はご自分の本国の相続に関する決まりを調べていただいて、それが、その中で相続放棄とか限定承認という手続きが認められているのであれば、このようなケースは日本の家庭裁判所に申し立てをしていただいて、相続放棄を認めているようにしていただければいいんじゃないかなと思います。